皆様こんばんは、まいまいです。今回は成田空港で購入してきたロルバーンとトラベラーズノートファクトリーでゲットしてきたものを紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。ではまずはロルバーンから見ていこう。ロルバーンを久しぶりにたくさん買いました。で、成田空港の第一ターミナルですねにスミスが再オープンしまして、で2021年の3月に営業1回いろいろありまして終了していたんですけども、2024年ですね、今年の6月15日に再オープンしたということで、おめでとうございます。で、再オープンしたということでロルバーンが発売されましたので、こちらを購入していきました。で、成田空港で限定で発売されているのはこの4種類なんですけど、成田空港では以前からロルバーンがたびたび発売されてまして、この3冊は営業終了する2021年の頃に売られていたもので、そこに新しく人柄加わったみたいです。で、ロルバーンはドイツ語で滑走路という意味があるので、なんか空港にぴったりな感じでいいかなって思います。では開けて人柄ずつ見ていこう。はい、袋から出したので見ていきましょう。で、こちらのデザインはすべて竹政亮さんとのコラボデザインとなってます。で、まずは A 柄ですね。こちらは旅客機、なんかこう三角で区切られていて、すごくね可愛いおしゃれなロルバーンとなってます。なんか色もいいですよね。オレンジ、赤っぽいオレンジと青空と、なんか空港の屋根っていう感じの柄で、すごくおしゃれな可愛いロルバーンです。飛行機もなんか丸っこいよね。可愛い丸っこい飛行機、こんな感じの旅客機柄で、次が B 柄ですね。 B 柄がこちらの空を飛んでるやつ、こちらは大空ですね。私はこの4つの中で言うとこの柄が一番お気に入りです。すごい爽やかでね、とてもいいです。なんか夏っぽいですよね。まあ、冬にも海はあるんだけど、なんかこのコントラストの爽やか具合は夏っぽいような気がします。で、こちらはシルバーリング、シルバーハックですね。で、この青もベタじゃなくて、なんか白が混じってるような、そんな味わい深い青となっています。いい、とってもいい、すごく飾りたくなるロルバーンですね。で、飛行機が飛んでて影も映ってて、真上から撮ったようなロルバーンですね。そういえばさっきのロルバーンのロゴとかに言及してなかったんですけど、こちらは黒リング、黒ロゴですね。で、コンバンドとなってます。で、 A 柄 B 柄ときて C 柄ですね。こちらは滑走路です。まさにロルバーンですね。夕暮れの滑走路っていう感じで、白いロゴと黒リングかな、黒リングだと思うけど、黒リングですね。で、コンバンドです。はい、こちらもすごくノスタルジックな感じのするロルバーンです。夕方出発か帰ってきてる感じかわからないけど、なんか帰りの感じ、ちょっとセンチメンタルな気分になるような、はい、ロルバーンとなってます。飛行機がちっちゃい。で、こちらが滑走路で、次が新しい柄ですね。今回再オープンで新しく出た柄がこちらの富士山、富士山だよね。はい、富士山と空っていう柄みたいです。で、シルバーハックに黒リングかな、グレーかな、グレーリングかも。で、コンバンドです。で、なんかね、日本の窓口の成田空港らしい日本っぽいような、海外からも人気が出そうな柄となっています。色がね、すごく朝焼けっぽくて、なんとも言えない色ですよね。紫がかったブルーのような、グレーっぽいようなお空に飛行機が飛んでいて、幻想的な富士山が見えてるっていう感じですね。めちゃくちゃ素敵です。お土産にもぴったりなロルバーンですね。なんか全部ね、成田空港のお土産にぴったりなロルバーンかなって思います。良い、めちゃくちゃ良いです。旅に持っていきたいロルバーンです。で、こちらは成田空港限定ではあるんですけども、8月20日から在庫があれば代引きで配送が可能ということなので、ぜひぜひサイトなどチェックしてみてください。
であとは夏休みとかで飛行機を乗る機会もあるかなと思いますので、よかったら成田空港に行った際はチェックしてみてください。次で、あとロルパンをさらに2冊買ってきました。じゃじゃん、スパークルですね。スパークルのロルパンを買ってきました。こちらも開けよう。こちらは去年も出てたかな、なんかこういう白押しの柄で夏のロルバーンが出てたと思うんですけど、今年は3種類出ていまして、私はそのうちの2種類買ってきました。じゃじゃん、なんかテカテカしてる表紙ですね。普通のロルバーン、一般的なロルバーンってなんかマットな感じなんですけど、これはすごくテカテカして反射する表紙となってます。でこちらは夏ならではの空気を閉じ込めたロルバーンで、まあロフトとかあるところはあると思いますし、オンラインでも買えるようなロルバーンとなっています。では星空の方から見ていこうかな。でこちらの星空はシルバー箔となっています。ちょっとアップにします。でこんな感じでシルバー箔なんですけど、ちょっと変更な感じがしますね。角度によって虹色になるような、こんな感じの箔かなと思います。ロルバーンっぽい山ですね。こんな感じで角度によって色が変わるシルバー箔となっています。なんかね、山の上にすごく星空が広がっていて、壮大な感じのロルバーンとなっています。素敵で、多分これはブラックじゃなくてネイビーがベースかなと思います。はい。で次が都市の夜景柄ですね。これもすごくいい。これは細かい粒のホログラム箔です。めちゃくちゃかっこいいですね。なんか東京っぽい、都会っぽい柄ですね。で少しアップにするんですが、ちょっと箔をアップにすると絶対にカメラが白飛びするのでごめんなさい、見にくかったら。で月があって、うん、本当に細かい粒のホログラムですね。ロゴの部分とかもホログラムでできています。でこんな感じで高いビルがたくさんの夜景ですね。これもねめちゃくちゃピカピカしていて綺麗なロルバーンとなってます。であと1種類出てて、それが花火の柄だったかなと思います。これすごくいいですね。で去年出てたやつを私持ってて1種類、それがこの花火の柄なんですけど、これはあれだね、黒いやつ、黒い表紙でピカッとしない表紙で、もうロルバーンのロゴが隠れちゃってるようなすごいゴールドの箔押しなんですけど、これが去年で、今年はこうですね。こう見るとブラックとネイビーの違いが分かりますね。はい。で今年はこっちの2つを買ってきました。でそうだ、こちらの成田空港のロルバーン、私前復刻版で買ったものがあって、それがこちらになります。これはこのシリーズが出る前のやつなのかなと思いますが、滑走路、これと対になるようなそんな感じのデザインですね。これは両竹正さんのデザインではないのかな。これを持っていて飛行機柄が増えた嬉しい。大事に使っていけるかわからないけど、大事に保存していきたいと思います。ロルバーンはこんな感じ。では次、続きましてトラベラーズノートファクトリーでの購入品を見ていきましょう。トラベラーズノートファクトリーはスミスと同じ階にありまして、まあ、文具好きさんにははしごしやすいような、そんな嬉しい設計となっています。でまあスミスのついでに行ったので、そこまで大きい買い物はしてないんですけども、よいしょ、じゃじゃん、なんかそう大きい買い物をしたわね。ちょうど父の日の前ぐらいに行って、夫にねトラベラーズノートファクトリーでお財布を買って、父の日のプレゼントとして買ってあげたんですけど、それでなんかついでに私が買い物した分もラッピングしていただきました。嬉しい。で可愛いラッピングですね。開けていこう。無料でラッピングしてもらえます。でそう、この革タグももらえたんですよね。
なんか夫のラッピングに革タグがついていて、ああいいなって言ったら、なんか私にもおまけでくれました。嬉しい。トラベラーズノートファクトリーって書いてある革タグがいただけました。で、私はリフィルとかを買ったんですけど、なんかラッピングしましょうかって言われて、夫の財布だけラッピングしてくれるのかなって思ったら、私の普通のお買い物までしてくれて、優しい優しい嬉しい。で、私が購入したのはこちらのパスポートサイズ、トラベラーズノートのパスポートサイズのシール台紙のリフィルと、あとはドットホーガンのノートを購入しました。で、あとこちらのラナパーですね、革のお手入れ用クリームのラナパーを購入してきました。私レザーケアのクリームって持ってなかったので、初めてゲットしました。で、開けてみるとこんな感じで、クリームと、あとスポンジが入っていました。これでトラベラーズノートとかをケアしたいなと思います。で、夫にあげたお財布をちらっと紹介したいなと思います。じゃじゃん。このレザーロングウォレットっていうのを購入しました。で、夫と一緒にお店に行ったので色をね選んでもらったんですけど、黒を選ぶかなと思ったらブラウンを選んでましたね。黒とブラウンとキャメルの展開があって、このお財布がトラベラーズノートと一緒の革の材質でできてるみたいです。で、今使ってなくて、なんか寝かせ中らしくて、あの良き日に使うように寝かせてるらしいんですけど、ちょっと撮影用に借りてきました。じゃじゃん。こう見ると確かにトラベラーズノートの同じ革かなって感じがしますよね。はい、ステッチがなんか大きくて可愛いです。はい、で、中はこんな感じで、今ちょっとお札が入ってるんですけど、カードポケットがこんな感じで、こっちがコンポケットがあるのと、小銭入れがここについているっていう感じの、すごくシンプルな財布となってます。で、ここにラッピングについていた革タグをつけてるんですけど、で、スタッフさんが自分が使ってるブラックのねお財布を見せてくれて、すごくテカテカしていて素敵でした。で、トラベラーズノートと同じ革ということなので、店頭のトラベラーズノートの経年変化とかも見て、夫が茶色がいいと思ったみたいです。で、私ブラウンのトラベラーズノートを持ってるので、比べてみるとこんな感じですね。もう私のはなんかケバケバしてきちゃってるので、ラナッパーでお手入れしようと思いますが、はい、こんな感じでトラベラーズノートよりはちょっと小さいサイズとなっています。というわけで、このお財布のお手入れもできるようにラナッパーを購入してきました。私は手帳を結構ね頻繁に変えちゃうので、なかなかトラベラーズノートもテカテカしてこないんですけど、夫はねお財布を何年もきっと使ってくれると思うので、また経年変化してきたら皆様にもお見せできるかなと思います。というわけで、トラベラーズノートファクトリーで購入してきたものはこんな感じです。はい、というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ成田空港に行った際はチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。旅客機、旅客機、言えない。